28日の W ソックス戦でデビューへ、かつての相棒との再会に期待も、ドジャースは25日、日本時間26日、大谷翔平投手が27日、同28日のホワイトソックスとのオープン戦でデビューすると発表した。ドジャーブルーをまとって初の実戦。SNS では、大谷翔平くん、いよいよ登場、ついに来た。楽しみしかない、とファンは興奮していた。ついにドジャース、大谷翔平が始動する。エンゼルス時代の昨年9月3日、同4日の敵地、アスレチックス戦以来177日ぶり、右肘の手術明けでは初の実戦となる。25日、同26日にはライブ BP で打席に立つなど、調整を続けていた。デーブ・ロバーツ監督は23日、同24日、大谷翔平のオープン戦出場について、来週の半ばになるだろう、と話していた。ドジャース公式 X、旧 Twitter が正式に発表すると日米が歓喜、いよいよですね。怪我しないよう無理だけはしないで、とコメントが寄せられた。また、対戦するホワイトソックスにはエンゼルス時代にバッテリーを組んだマックス・スタッシー捕手、マーティン・マルドナード捕手が所属している、WS のキャッチャーは誰かな、スタッシーやマルちゃんとの再会もあるかな、と楽しみに待つファンのコメントもあった。華麗な足技、何でもできる大谷翔平ファン驚愕の新特技、ポテンシャルの高さ。トレーニング中にメディシンボールを足で操作した大谷翔平。ドジャースの大谷翔平投手に新たな特技、25日、日本時間26日のトレーニング中に披露した足技が話題になっている。足でメディシンボールを持ち上げそのままキープ、器用ね、できないことって何ですか、と驚きの声が上がっている。米アリゾナ州グレンデールの球団施設で行われていたスプリングトレーニング。22日、同23日からオープン戦が始まったが、大谷翔平は参加せず。25日、同26日は別メニューで調整していた。練習ではバスケットボールより大きいメディシンボールを用いてトレーニング。手を使わずに持ち上げると、右足の甲にキープしたまま半回転。最後はかかととふくらはぎの裏でボールを挟んでいた。フルカウントの公式 X、旧 Twitter がアップしたまるでサーカスのような動画にファンも反応。大谷翔平選手がサッカー選手だった世界戦はどのような選手になっているのか、ここにもポテンシャルの高さを見せつけた、と驚きの声が上がっていた。熱すぎる胸板、測定器具が引けそう、大谷翔平の進化、大胸筋がどんどん育つ。測定器具のデジブラがパツパツ、特注してほしい案件。ドジャース、大谷翔平投手はスプリングトレーニングで日々進化を続けているようだ。練習は、デジタルブラジャーとも呼ばれる測定器具を着用しながら行っているが、隆起した大胸筋の影響でパツパツに、このサイズしかないのかな、どんどん育つマジヤバい、とコメントが寄せられていた。大谷翔平は昨年12月にドジャースと10年7億ドル、1050億円で契約。昨年9月に行った右肘手術の影響で今季は打者に専念するが、スプリングトレーニング中のフリー打撃では豪快弾を連発し、パワーを見せつけていた。大谷翔平はトレーニングを GPS デバイスで体の動きを計測するデジタルブラジャーという機器を着用しながら行っている。フルカウントが公式 X、旧 Twitter にアップした写真で、大谷翔平は器具を窮屈そうに着用。SNS でも、ブラが弾けそう、デジブラ特注してほしい案件、スプトレ中に、どんどんきつくなるんとちゃう、と心配の声が寄せられていた。昨年は10勝&44本塁打でア・リーグ本塁打王、史上初となる2度目の満票 MVP など話題を席巻。打者専念でどんな成績を残すのか？開幕まで残り1ヶ月を切り、注目度も高まってきている。理にかなっている大谷翔平のエンゼルス対談で好影響も。米メディア、本当にいい状態で。ロサンゼルスエンゼルスは大谷翔平選手がフリーエージェント、FA でロサンゼルスドジャースに移籍したことで、プレーオフ進出への道が遠のいた。しかし、ペリー・ミナシアン GM は前向きな姿勢を見せている。米メディア、スポーツイラストレーテッドのエヴァゲーム記者が言及した。二刀流として活躍し、日本人メジャー初の本塁打王を獲得した大谷翔平が抜けた穴は大きい。しかし、ミナシアン GM は主砲マイク・トラウト外野手に期待を寄せており、選手には波がある。
人は調整しなければならない。世界で最も偉大な選手でも、時間の経過とともに、調整しなければならない状況があるものだ、と発言した。トラウトの不調には、怪我も大きく影響している。トラウトは2012年から19年まで毎年100試合以上出場していたが、短縮されていない過去3シーズンのうち2シーズンは100試合も出場できていない。今季についてミナシアン GM は、彼は本当にいい状態でキャンプに参加している、と前向きな様子だ。ゲーム氏は、長引く怪我と安定しない出場機会は、ほとんどの選手に影響を与えることは間違いない。今季に向けてトラウトがより健康になっているようなので、ミナシアンがスター選手について楽観的なのは理にかなっている、と言及した。